ズは元野球選手。左投げ左打ち。守備位置は外野手。カリフォルニア州エルカホン出身。2004年の日米野球のメジャーリーグ選抜チームとしても来日したマーカス・ジャイルズは実定。1989年にグラナイト・ヒルズ高校から17巡目でクリーブランド・インディアンスにドラフト指名され7月18日に契約をする。 プロ最初の5年間は平凡な成績であったが、1994年にトリプル A で128試合に出場した率、313、16本塁打、58打点の成績を残し注目を集める。翌1995年は開幕からの昇格も期待されたが、マニーラ・ミレス、アルバート・ベル、ケニー・ロフトンといった早々たるメンバーが外野手のレギュラーであったため、 トリプル A からのスタートとなった。このシーズンも123試合出場で打率。310、15本類六67打点と結果を残し、セプテンバーコールアップで昇格し9月16日にメジャーデビューを果たす。1996年も3人の壁は厚く、51試合に出場はしたが、主にトリプル A で過ごした。 ベル、ロフトンが去った1997年は、ベテランのケビン・ミッチェルらを押しのけ、130試合に出場したが、先発は97試合。ロフトンが FA で再加入した1998年は112試合出場で、先発90試合とレギュラーの座をつかみ取るまでには、至らなかった。11月18日に、リリーフサワン。 リカルド・リンコンとのトレードでピッツバーグ・パイレーツへ移籍する。パイレーツ初年度となった1999年は39本塁打を放ち一躍、スター選手となる。2000年、2001年にはオールスターにも選出された。2002年には全てはリーボンズに次ぐリーグ2位の出塁率、450、長打率、622、オプス1 0 7にを記録した。 当時弱小チームであったパイレーツでは勝負を避けられる傾向にあり、敬遠も多かった。2003年も開幕から制裁抑止としてプレーしたが、4月12日に右膝内側側側副じ帯を損傷し、故障者リスト入りする。5月7日に復帰した。8月26日には彼の地元エルカホンにほど近いサンディエゴパドレスが翌年会場する。 ペトコパークの目玉として期待し、オリバー・ペレス、ジェイソン・ベイとマイナー1選手とのトレードで移籍することとなった。2004年は広い球場に移ったことで、本塁打は減ったが、期待通りの活躍をした。2005年は158試合に出場し、両リーグ最多となる119支球、なリーグ3位となる出塁率、423をマーク。3番で67試合。 4番で77試合に先発出場し、7年ぶりとなるチームのナリーグ西地区優勝に貢献。MVP 投票では9位に入った。同年オフには FA となるが12月5日にパドレスと再契約した。ヤンキースのスタインブレナーオーナーのウィッシュリストに長年入っていた。彼にキャッシュマン GM がコンタクトを取ったが、彼は地元でのプレーを選んだ。 翌2006年も西地区優勝に貢献。2007年はブレーブスでリードオフマンを務めた弟のマーカスが加入したこともあり、2番打者として開幕からプレー。しかし古傷の右膝を痛めてしまい5月19日以降は休場し、5月29日には右膝骨座章のため故障者リスト入りする。前半戦は1本類だと制裁を書いたが、6月29日に 復帰して、復調、9月には打率を落としてしまったが、後半戦は12本類だと持ち直し、チームのポストシーズン進出争いに貢献した。マーカスの不審により復帰後から、リードオフマンとなり、出塁率、368をマークした。10月3日に、内視鏡による右膝軟骨再生手術を受けたが2008年の、開幕には間に合った。契約最終年の2008年、 3年ぶりに3割を上回る打率を記録し、自己最多の42塁打を記録。シーズン終了後の11月7日に、球団は900万ドルのオプションを行使することを発表し、2009年もパドレスでプレーすることが決まった。しかし、極度の打撃不振と右膝の関節炎で、故障者リスト入りし、7月1日以降残りのシーズンを棒に振った。 2010年2月7日、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだが、3月11日に引退を表明した。パドレス移籍以前は30本以上のホームランを放つ、パワーも見せていたが、本拠地球上が広く、特に左打者に不利なパドレスに移籍してからは、打撃スタイルを一転。ホームランよりも2塁打を放つバッティングに徹している。優れた選球眼を持った打者であり、 通算4割前後の出塁率と3割近い打率を誇る。パドレス移籍後はその出塁率の高さから1点2番を打つことも多い。守備、走塁面では特別な評価はないが、どちらの面でも平均以上の能力は示している。ライトとしての起用が主だが、パドレスに移るまではレフト。センターも守ることができる。どちらかといえばレフト向き。ありがとうございます。